神勢が起こした会、神勢は平安時代の僧侶で空海の弟子だ。死の跡を継いで神五寺の十字となり、空海の私文を集めた少量集を編纂している。神勢は門徳天皇の女吾である藤原の明稽子に恋心を抱き、 邪念と終身によって天狗道に落ちた。天狗となった神勢は、柿の本の天狗と呼ばれ、明ら子に取りついて悩ませた。そこで、曹王という僧侶が、祈祷によって重複したという。